今日ですね、釣りを趣味でねやってる釣りをまたやっていきたいと思うんでね、今日のステージですね、浜名湖、静岡県浜松市にあります浜名湖、こちらでね釣りの方をやっていきたいんで、今のんびり向かってる最中なんですけども、そうですね、今この時期、今冬なんでめちゃくちゃ寒いんですけど、同業者いないいい場所知ってるんで、まあ、そこでのんびり釣りしながらね、なんか獲物ゲットできたらいいなと思いますね。ちなみに今日狙うのはね、カレー、平べったいやつですね、あれ釣っていきたいと思うんで、目指せ座布団級やりたいっすね。では現地で会いましょう。250円からの安いじゃんと思って、でも少ないなと思って、ジャムシー500円からって書いてあったんで、まあジャムシー500円からでいいか、ジャムシーくださいって言ったら、え、ジャムシーでいいのって言われて、太いよって言われ、なんか断られて、青い染めじゃあ250円分もらえるのかなと思って青い染めって言ったら、多分なんかトータル金額700いくら。ぼったくられましたね。いやーなんか残念っすわ。もう着くんで気を取り直してやっていこうかな。ということで現場やってきました。貸し切りでございます。誰もいないです。じゃあね、これで今日も釣りやっていきたいと思います。うい、寒すぎるんでね、ダウンを取りたいと思います。
電車にはきついよ。マジで。これプリップリのフグですよ。食えないっす。でも釣れました。ええ、じゃあちょっとこいつをねさばいて食いたいとこですけど、魚アレルギーなんでやめときます。はい、ということでね、
今ちょっと戻ってきまして、とにかく寒い、そしてまあ釣れない。坊主じゃなかっただけ良かったんですけどね。はい、じゃあそろそろもうね、日もちょっとずつ傾いてきたんで帰りたいと思います。ではまたの機会に。ドゥ